1年半年でもそうですね、半年でもガラッと変わると思います彼は。はい、まあ、葛西選手がやはりですね、この、フィニッシュホールドとかですね、はいはい、やはりその体格以外の部分でかなりまだリードしているということで、はい、この日の余裕ではないですけれども、そうですね、でもね、葛西はね、はい、やっぱりこう大きい選手だから、はい、マイクとか やってみたりそういうので、ね、光るタイプなんでね。なるほど、それでどうかなと。なるほど、はい、自分よりも大きい選手。そうそう、さあそんな中ですね、今後の葛西選手の、デスマッチロードにも期待したいところですよ ね、 すね、はい、試合の方は6分53秒キャメルクラッチで葛西潤が勝利しております。Oh!
押していくぞ、俺谢谢大家的陪伴。
うっ、うわはい、下がって下がって下がって
しくお願いします。さあ2000年のデスマッチを語る上でこの男の台頭、そしてこの男たちを見逃すことはできません。まずはこの男、葛西純がコールされました。大日本の新鋭です。さあそして2000年、いや20世紀のデスマッチを語る上でこの男は外せません。松永道弘。そしてこれ強い選手、何ですか、どういった状況でしょうか。いわゆるね、裸足でデスマッチをするというのがこの試合の一つのポイントでしたよね。なるほど。この蛍光灯もね、蛍光灯マッチで裸足でやるっていうのはこれもうね、皆さんも大体今想像つきますよね、これね。その前ですね、今山川さんがコメントがあったように、はい、タイツだけだという、ええ、話もありましたけれども、その葛西選手の感じは本当にタイツだけですよね。ニーパッドもシューズもないと。これを超えるにはこれも脱がなきゃダメですね。巷ではこのバーリトゥードとか、はい、言われてますけど、そういったようなスタイルですよね、今。これこそ本当何でもありだよね、本当。そうですよね、あのレフリーの頑丈なコスチュームに比べて、この葛西選手の本当にタイツ1枚だけでのこの試合。これももちろんデスマッチの規制があったわけではないですね。裸足でやれということではなく、お互いの歩み寄りというか、お互いの申し入れによって、さあこの日の蛍光灯マッチがなんと裸足で行われることになってしまいました。ローキックは松永光弘。まあね、葛西はね、やはりこの試合から、はい、このなんていうのかな、吹っ切れたというのかな、3一戦でっていうのはあるよね。自分のそのアピールを勝つを見出したそこからっていうことですかね。そうですよね。それまでもね、いくつかチャンスもあったし、実際まあ、はい、ほんまに勝ったりとかね、はい、そういう実績も残してますけど、はい、やはりね、この一戦からですよね、彼がガッとこう来たのがね。葛西純の分岐点が札幌大会にあるのか、この北海道、もちろんこの男帯広出身です。この辺りのデスマッチのムーブメントまた違いますよね。先ほどまで見ていたあの 山川組の試合、もしくはダブル X、そして本間組の試合とまた違いますね。全部デスマッチっていうのもその、はい、いわゆる、うん、いろんな、ね、デスマッチという中にもいろんなスタイルがあるんだなっていうのはつくづくなんか分からされた試合ですよね。あの松永選手としては、あの中島体育センターでバトラーズのコースで石川選手がやったデスマッチ、はいはいはい、これもデスマッチのアイテムを使うのではなくて、デスマッチによって今のように動きが制約されるということでの緊迫感を出していきたいような、そんな感じもします。この日のシングルマッチ、蛍光灯ボード&ボブワイヤー、そして裸足です。さあ虹量の松永、蛍光灯を背にしているのは葛西です。いや、ボブワイヤーを背にしているのは葛西です。お客さんもこれどうでしょう、片唾を飲んでますよね。展開読めないですからね。一回割れたらもう、そうどういう動きするんだろうという。どうでしょう、新世代デスマッチと言われているまあ山川、そしてダブル X 本間の試合というのは、どちらかといえば一度その蛍光灯などのアイテムを使われた際にはスイッチが入ったのかのようにこうスタートしていきますよね、試合が。しかしこの試合、わーっと危ない、あーっと自爆と言ってもいいんでしょうか。危険な赤、松永がこの一撃で打ち止まった。
った、足を気にしてがうずくまった、葛西が馬乗りになってタック、そしてヘッドバット当てていく、一気に葛西が攻勢に、一気に葛西が攻勢に、試合が動いた、試合が動いた、いや試合が動いたんですけど、きついんですね、やっぱり果たしても、一気に足元のバランスが崩れていきました、葛西が、クレイジーモンキーが、さあ、この辺りヘッドバット当てていく。蛍光灯を利用しているヘッドバット、さあここで、ここで打っていく、意外とほれみんな蛍光灯がすぐ割れると思うけど、実はあんだけ硬いんですよね、ちょっとね、的を外れて全然割れないですよ、スポーツをやってたわけではないですね、葛西の場合は、極端に言えばデスマッチをやりたくて第2本、なるほど、3月の CGW の北大地の際には1日2試合になりながらも山川本間君で選手と組んでの、ニックゲージ、ジャスティン・ワイフビーターで戦ってますし ね、 そうですね、さあその日の葛西の試合が今後の葛西を占うことになるんでしょうか、まあ、この時点ではもちろん葛西が CGW に移籍しているわけですけれども、はい、収録の時点ではこの後の札幌大会でも実は大塚選手、葛西選手が CGW に行くきっかけになった、そうですよね、だから彼にとってはね、この停戦っていうのはね、何かしらなんか運命の場なんでしょうね、そうですね、さあ西田卓一というか自分の新天地、自分の進路を決めるにこの停戦ホールは非常に重要な場所であると、エネルギーを感じますね、札幌の大日本の対するエネルギーというか、はい、強烈に対するエネルギー、札幌だいぶ高いですよ、なるほど、もちろん卵が先か鶏が先かの話になってしまいますが、お客さんあっての選手なのか、もしくは選手のエネルギーをお客さん感じ取ってこれだけの興行になっているのか分かりませんが、はい、もちろんいい形でこの日の興行もちろん進んでいるには間違いありません、さあドロップキック、ちょっと当たりが下がったが松永をかわしていく、松永もいなしていく、さあ距離を取って、距離を取って、葛西がここか、ここか、ここか、松永が狙っていたのはここなのか、中にハマった2発いなしておいて、そしてどうなんでしょうか、テーブルの棒なんでしょうか、さあ木材を葛西の足の裏に当てていく、葛西の足の裏に当てていく、これは強いですよ、蛍光灯にドロップキックして、はい、まあ、破片が刺さったと考えられるあたりにえぐってるような、そうですね、大体ね、この足の裏にね、凶器を突き刺すというシーンはおそらく日本のマット界、いや世界のマット界でも初めだと思うんですよね、そうですよね、貴重なシーンが今流れています、貴重なシーンが今ここです、足の中にほら靴の中にとね、トゲというか、木の破片が痛いのを言うのにこれじゃやれないよね、そうですよね、さあ足の裏にはいくつもツボが隠されていると言われますが、これは健康にはならないよね、これはね、口の中、口の中、蛍光灯ですか、蛍光灯ですね、これ血溜まった蛍光灯、口の中入れてのラックのマッチ、口の中から激戦の星のように蛍光灯が散らばっていった、ここにもさ、山とかどうなんですか、また違った形の蛍光灯の使い方だよね、これね、そうですよね、松永さんの僕が尊敬できるのはこういうところでしょうね、何でもこう工夫するという、頭があるから一つのその技とか、はい、それに固執しないというか、体力を回っている、先ほどの試合でもですね、その今日はリング上に蛍光灯が散らばっているという話がありましたけど、その散らばっている上を普通、いや、裸足で歩くんですよね、この子たちは、さらにその破片を口の中に入れてね、はい、パンチを打ち込むとかね、ものすごいことやりますね、そうですね、蛍光灯の痛みが最も伝わる試合になるんでしょうか、葛西もここは食らってはいけない、必死にこらえるが、松永、なんとかリングイン、さあ葛西が場外に落としていく、場外に落としていく、はい、見ますけれども、スマッチで話し、考えつかない、蛍光灯だけに考えつかないですよね、そうですよね、なおのこと考えつかない、これまだ有刺鉄線とかね、そうだったらまだあれだなっていう気もするけども、このデスマッチを2000年振り返る中で、すでに札幌大会です3つのこのような試合が行われているのも、デスマッチバイブルとしてはなかなかいいセレクトだと思うんですけどね、そうですよね、
さあ、笠井がテーブルを持ち出して何を狙っていくんでしょうか。北海道ワールドボーダー HWO 帯広出身の笠井がその幕の前で何を自己主張していくんでしょうか。さあ、アピールするはここしかないと、ステージの真下に何かをセッティング、テーブルをセットして、さあ、松永復帰している。山口選手、これ松永選手実は前日から入って前日の興行も実は下調べしていくわけですよね。前の日からそのリングを見て、はい、悩んでたところを見ましたね。本来であればトークショーなどのイベントに参加する予定だったのが、その格闘のこの地場に生半可ではこれは挑めないぞということで、一日練り直してこのような試合を挑戦状を叩きつけていった笠井純に対する挑戦状、そして世間に対する挑戦状がこの裸足のデスマッチとして表現されていく。さあ、ステージの上からなんと階段落ち、どっちが銀ちゃんなのか、松永が落ちていった笠井が当然これは笠井の上から、手を狙ってたんですけどね、距離も測ってますからね。今のね、あれもね、見た目以上にあれきついですよ。ここの階段はね、特にね、角がものすごいきついんだよね、これね。そうですよね、当たるだけでも痛いのに、あれは結構ね、見た目以上にきつかったと思いますよ。なるほど。さあ、笠井がテーブルの、笠井はどうでしょう、テーブルの上何か松永選手をセットしたいんでしょうか。上からやっぱライブを狙いたいんでしょうね。そうですね、松永によってテーブルが壊せるところを阻止、自ら松永を落としていった。さあ、そしてラリアットを打ち込む笠井潤。さあ、小気味よく階段の上からセットマット、さあ打ち、何のアピールでしょうか。ダウンを高くしましたね、一歩上がって、まだアピール、今までの笠井潤では見られなかったアピール、そしてこのヘッドバット、やボディアタック、机の上もやらなかった。これは松永選手以上に笠井選手へのダメージ大きいですよね。しかもサポーター取ってましたからね、これ。なるほど、私です。さあ、パートナーというか正規軍側のウィンガーも気遣う。さあ、どうでしょう、山川選手、これ机が割れることによって、はい、まあ、その受ける側の選手のダメージはそう変わらないんですけども、攻め手としては割れた方がいいわけですね。そうですね、跳ね返って、僕初めて見ましたけど、跳ね返る。なるほど、山川選手は北海道ではバトラーズのリーグ戦なんかに出場した際にも、はい、こういったテーブルの上からのそうですね、いうような話が聞いてますけど、はい、どうでしょうか。テーブルが一つのムーブメントになりつつあってますからね、はい、ハードカードというカテゴリーの中で、はい、机っていうのは非常に有効に使われてますから、はい、そういったものも笠井は熟知してて、はい、いというとで、いかんせん笠井の場合はやっぱ両手の、あーっと、何をやったと、あーっと、ちょっと解説していただきたいんですけども、いろいろね、相手のタックルを受けるとブロックダウンというのがあるんですけど、はい、それをやったらそのまま下に蹴ることがあったということですよね。ただ、そこを誘い水して、そうですね、向こうがスタンピングしてきたのを避けて足の裏をね、またキックやって、まあ、これ、読み合いですよね、これね。なるほど、アンサイとしてはその一歩二歩先を読んで、さあ、その後ジャーマン、一歩先を読んでの、急スタンプを狙ってるところを読んでの、さあ、そのドロップダウン外して、ヒットスタンプ、それも外して、笠井のジャーマンがリング中央蛍光灯の上に、これ有刺鉄線のこの蛍光灯ごとに巻かれてるわけですね。さあ、足音の字フィギュアフォーレッグロック、足のあたりどうでしょう、あらゆる形足の裏攻撃できますからね、松永としては。さあ、諸刃の剣、あ、気にしてます、破片がね、ドロップダウンのコンペントにもありましたように、はい、体が今のその、まあ、4の字をかけて手を動かしてしまう、このあたりやはり体が動いてしまう、うん、ここはやっぱどうなんだろうね、やっぱデスマッチ経験、まあ、浅さといえば浅さなのかもしれませんね、はい、まだこの時点で笠井はデスマッチ経験してませんからね。会場が何かどよめいていますが、どういったことでしょうか。下にね、ありますよ、はい、下に蛍光灯だ。松永が狙っていたのはここなのか、膝から落ちましたね。さあ、リング中央に蛍光灯ボードを引いておいて、ロープに振った笠井潤の動きが今ここでチェックメイトとなってしまうのか。だからね、なんていうのかな、この蛍光灯もね、はい、使う人によって随分いろんな使い方があるなっていうのは本当感じますよね。なるほど、さらになんか持ってますね、松永選手は何か持っている。ミスターデンジャー松永のチートが何か拳に持っているような、何か隠しているぞ、何か持ってますね、間違いないですね。左手に注目していただきたい。そしてこれ右手、何か、あ、なんか瓶のようなもの、瓶のような、口に組んだ、あ、火ですかね、やはり。さあ、手にバーッ、ビッグワイ
そらく地獄っていうのは本当こういうことを言うんでしょうね。思わず逃げたら下にね、蛍光灯が、あの蛍光灯ボードが置かれたことがなんとここでこう影響するとは誰がそう想像したでしょうか。畳みかける松永光弘ミスターレンジャー有刺鉄線バット、はい、本間とかダブル X で、あ、これはもう結構フィニッシュに入ってきますか。なるほど、ウィング式のサソリ固め、近いですね。選手との違いはやはりその向こうがこのどっちかったら最近見ていたね、カマドコア系のものに対してはなんかこっちの方はその大技というわけじゃなくて、ね、ものの勢いを分かるようなデスマッチって感じですよね。この試合がまさにデスマッチの痛みを伝える試合になっております。だいぶ当たるんですよね、その形が。松永選手、松永さんみたいなのはあまり影響なさそうですけど、笠井はサポーターまでだいぶ影響が出てるんですね。デスマッチのボードも、何でもファイトスタイルのその指示のデスマッチであれば、エスケープも言えなかったんですよね。ただ、制約を用いる意味での松永光弘のそのデスマッチであればエスケープもあると。そこに助けられた笠井純ですが、なおもよりすごい地獄に足を踏み入れてしまうことになってしまうんでしょうか。ウィング式のサソリがもちろんこのまま反転すれば、このまま反転する。松永の足も蛍光灯の上だ。葛西が必死でこらえるが、なんとかこらえるが、松永の腰を落としていく。どうなるんだ葛西、くたばるまで力尽きるまで待っているような感じですね。秋葉原でのこの廃墟の試合、先ほどの山田選手、松永葛西戦、はい、その後ですよね、はい、さあ一面だけのファイヤーがついた、さあ試合開始だ、はい、時間差で火がつくんですね。そうですね、いや火がなるとさすがに靴は脱がないかな。なるほど、まあ火はテーマじゃないからね、人は足の裏。さあ、テオ選手、はい、まあ、こういったデスマッチ、いろんなデスマッチ海外でご覧になられているかと思いますけれども、はい、ファイヤーデスマッチというのはよく海外でプエルトリコあたりなんかでした。そうありますね、WWF でもね、はい、ファイヤーマッチありましたよ。なるほど、うん、どういったいわゆるアンダーテイカー対ケインとかね、あのリーグ周りに、つくような形ですね。自ら自分が WWF 代わりだっていうことを言いたい。うるせえ、もう12分ですね。さあ、葛西が札幌の試合同様距離を、ああしかしもう先に組みついていったのは松永。この辺り馬力で押していくのか。松永この日は戦法を変えてきた、打撃ではなく組みついていった。さあこの辺りが松永についての引き出しの多さか。笠井もだいぶ困るですよね。しかし木に押し付ける、木にね、お互いこう持っていこうとしてるそうですよね。捕まえたいわけだ。この日超前に作り上がった秋葉原大会、松永葛西のこの一戦ファイヤーマッチ、熱いんだこれが。だいぶ目のあた顔のあたりですね、中に入ると本当分かるんですよ、本当熱いんだね。あの山川選手も、大日本ではもちろんファイヤーマッチをやってる、言いましたよね。どうでしょうか、中に入って。いや熱いですよ、嫌ですよやっぱり。あの本当に思った以上に、あのまあお客さんからご覧になられる以上にですね、至近距離1メーターあったらもう本当に熱いですね。こういうもう面白いようにふつけちゃうからね、あそこに。なるほど、さあエルボーを置いていく。さあ2本目のワーにファイヤーが点火されていく。レフリーの手によってファイヤーが点火されていく。メラメラと燃え上がる。ああ、でもレフリーがこうやって火つけてると、その間試合見れないですね、考えてみれば。と言いますと、ほら火つけてる間にホールしても分かんないじゃん。なるほど、さあ有刺鉄線バット、終わりかい、有刺鉄線バットを炙っていく松永光弘。さあ葛西の背中に、
焼きごてだよ、焼きごて、これじゃあ以前テリーバンクがやってましたね、よく焼きごてをですね持ち出していた時期があったかと思うんですが、笠井がキャッチ、腕で受け止めても痛いよ、そうですよね。さあ手のひらに有刺鉄線を、さあこの辺り馬乗りで、さあ再び札幌の同じようなムーブメントで松永を攻め込む、しかしここはダメージ受けてないですからね、札幌の時は足に抵抗、こういったどんな暑さなのか、面日本火災満足げ、松永立つことができるのか、でもショックがありそうですね、松永さんみたいに、そうですね。さあ先制攻撃、葛西潤デスマッチにおける先制攻撃、葛西潤と言ってもいいでしょうか、この日の試合、さあこれどうなんでしょう、山本さん、ロープに振ること自体も危険ですよね、そうですね、できないですね、ロープはないからね。さあ自ら突進、さあこの辺りうまいハイキックだ、でも浅いよこれ、さあ3本目にそろそろつくんでしょうか、火がついた、3面がファイヤーによって囲まれていった、さあこの両者に逃げ場はないぞ、この両者に逃げ場、また再びです悪夢再び、また入りやすいんでしょうかね、笠選手の口、一回開けたら口閉じれないですからね、そうですよね、痛かった、笠は前歯がないからね、前歯ないとダメだね、ダメだな、前歯なくて金髪で6列ねえからな、俺じゃねえか、やらそれも一緒だ、さあ再びもう一度だ、ナック、痛そう、火災も苦しい、一つ一つのその蛍光灯の痛みが分かりますよね、なんかね、なるほど、ああ危ない DDT、後ろの方に映ってる伊藤の髪型を見る限りではこれ5月ぐらいの試合ですね、そうですね、まだストレート入ってませんね、はい、さあヘッドバット再びです、今回は一発だ、さあドクターもけげんそうな顔しています、この日の試合けげんそうな顔しますよね、これね、どうできるんでしょうか、もういつの間にか3面に火ついてますよ、そうですね、いやさっき言ったんだけどね、あ、本当だ、さあリングに椅子を持ち込んだのは葛西潤、椅子を持ち込んだのは葛西潤、何を狙うの、ファイヤー越えのダイブ、場外の本間、そしてアブノーラ小林も呆然、すごい危ないですからね、あれがもしねコーナーから外れて、自分を巻き込む可能性もだいぶ高いですからね、なるほど、どうなんでしょう、この第2号のデスマッチファイター、そのあたり考えてなおかつやるのか、そのあたり考えていないのか、どちらなんでしょう、僕の中では笠に関しては考えてやってると思いますよ、なるほど、考えてる、その危険性があるのは分かった上でやっていると、唯一考えないでやるのが僕ぐらい、例えば、なるほど、山川選手は考えない、笠選手は考えてると思う、本間はダブルチップのあたりどうでしょう、もう考えてると思うんですよ、考えてる、はい、練りに練ってると思う、考えてないのは山川隆二、さあこのとか最も考えているでしょう、ファイヤー越しのビッグファイヤー、さあレフリーこれどうでしょう、酸欠状態ですね、4面についた時点でレフリーが場外にエスケープ、無法地帯ですね、これは松永も距離を取っていたがなんとかリングイン、まさに廃墟の街、さあ4面についた時点で酸素の逃げ場はないぞと、リング中央に酸素があるのか、この日の CO2 はどれだけあるんでしょうか、 CO2 って二酸化炭素じゃないの、そうですよさあ喧嘩するな、喧嘩、しかしやはり松永も出ていく、気が苦しいのかな、そうですね、あの長い時間この4面ついた時点で暑さそして酸素でしょう、呼吸ができない、でも2面だけかな、レフィーやらせてもらってですね、はい、酸素がないことで息を多く吸ってしまう、息を多くすると煙をする、もしくは高熱のその熱気を吸ってしまうんですよね、本当に危険です、大変危険です、このリング中央、葛西潤がダブル X によって気合を入れられています、今のが原因で CG に行ったわけじゃないですかねその可能性はないって、さあこのデスマッチバイブルを見ると葛西潤、これ葛西潤の成長というかですね、やはりこう流れが分かりますよね、2000年のそうですね、さあ有刺鉄線バット、若干火力が衰えたんでしょうか、初期につけた一面のこれ山川選手、はい、このシステムというのは、はい、火力を長く試合終盤まで維持させると、はい、いうことで時間差でつけていくと、これ一面今、ね、画面に映ってる左側、はい、一番最初これはファイヤーが若干落ちてきてるということですよ ね、 すね、だからまあ要は逃げ場をどんどん狭くしようということですからね、さあ状況は一転、リストを取って松永が何を狙っていくのか、